新年祭おめでとう。高城くんのおかげです。あかねちゃんと毎日いっぱいエッチして今日も超頑張る。しのちゃんに迫る男の人たちを見て動揺する秋川くん。またいろんなモデル見つけて妄想してみたらいいじゃないですか。もっとください。よかったね、俺がいなくてもちゃんとエッチなのかけて。ずっと考えてたんだ、あかねちゃんの次の妄想を書き立てるのは何をしたらいいのか。ドラマダイブ帰ってきたらいっぱいして11月9日木曜深夜1時4分。